ズバリ、岸田政権に対してどのような戦いを、していきたいかということと、あとは、皆様にもお伝えをしていると思うんですけれども、争点、どういったところをまず一つの争点としてはコロナなのか、どういったところについてその戦っていきたいのか教えてください。ありがとうございます。一つだけ挙げろって言われてもなかなか難しい問題だと思います。大きく挙げれば当然コロナ対策の徹底、そして徹底した経済政策、よりそこを入り込んでいくとしたら何かって言ったら、当然例えばコロナ対策であるならば、誰もが日本中のコンビニで検査を受けられるようなレベルにならなきゃいけないってことですね。で、追跡もできる保健所の体制を確保しなきゃいけないってこと、調査、検査と追跡、これがセットになりながら感染している人と感染してない人をしっかりと分けられる医療体制の拡充、これをやらなきゃいけない。コロナ対策として簡単なとこだけ言うんだったらこれですね。で、もう一つ経済対策で言うならば、コロナだけで困ってるわけじゃない、先ほどから言ってますけど、日本はコロナだけの問題じゃないんだ、世界中コロナで困ってるけど日本はコロナプラス25年の不況がコロナの前からあったんだってこと。そのために何が必要かって言ったら、国による徹底財政、積極財政、国がお金を増やし、足りていないところにお金を回していかなきゃ事業者潰れる。事業者潰れたらその地域の回ってたお金と仕事が止まるんです。ゼロになるんです。止まるんじゃない、ゼロになる。そしてそこで雇用を切られた失業者は、これまで給料を持ってたらお金を回す存在だったんですよ、地域では。けれどもそういう方々は給与を失うわけだから、失業するわけだから、たった一つの事業者倒れるだけでも大きな影響が地域に及ぶ。それを考えるならば徹底的に支えなきゃダメなんですよ。どの事業者も倒さない、失業者生み出さないっていう、心配するなと、あなたには国がついてる、そういう国づくりをしていく。経済政策で言うならば当然消費税、これは廃止にする。必要な財源26兆円、ここに関しては財源はどこに求めるか、儲かってるとこからもらうんですよ。消費税上がるたびに下げられてきたでしょ、大企業の法人税、金持ちの所得税、税率変えていけばいいんですよ。税で賄うならそれがやれる、税で賄わないパターンもできる。今のような緊急的に必要な時には国債の発行、何の問題もない。26兆円それで出るじゃないですか。他にもやらなきゃいけないことある、給付金ですよ。給付金、みんなが使えるお金を増やしていく、この一環で例えばですけど集中的に1ヶ月20万円というのを3回にわたって支給する、毎月。これだって可能ですよ。他にもありますよ、例えばですけど、社会保険料、これを国負担を多くする。これだけ経済が不安定な時期が25年続いた上にコロナまでやってきたんだから、やることは何ですか。みんなの負担を少なくして、その代わり国が補填をしていきながら使えるお金を増やしていく、これ普通に経済政策なんですよ。世界中やってんですよ、みんなやってる。どうして日本だけやらないの。ケチくさい1回だけの10万円と眼帯みたいなマスク配られて、どうやって生き延びろっていうの、こんなの無理ですよ。徹底した財政出動、これに尽きると思います。対立軸はそれだけで十分。ありがとうございます。